どうも、肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編です。それでは開封編、スタート。まずはじめに、イタリア産、リンツ、リンドール、ダークアソート 600g 入り。お値段が2598円でした。賞味期限は買った日から10ヶ月間ぐらいありました。リンツーリンドールから新しいアソートパックが販売されてました。今回私の大好きなダークバージョン、ダークアソートは初めての登場です。他には店頭でゴールドアソート、ピンクアソートが販売されてましたが、お値段に関してはダークアソート3種類ともすべて同じ金額です。結構ダークだとカカオを使用するので原材料が上がり、お値段が高くなったり内容量が少なくなってたりするんですけど、他のアソートボックスと同じ量同じ金額というのはお安く感じます。ダーク好きとしては本当にありがたい。今回ダークアソートで中に入ってるのは3種類です。サーフィン、カカオ 60%、カカオ 70%、この3種類が入ってます。リンドールの商品は中身均一ではなくバラバラに入ってるので、個人的にはカカオ 70% が多く入ってくれてたら嬉しいです。では開けていきましょう。オープン。箱から出してみるとこんな感じで入ってました。最近リンドール買ってなかったんですが、3種類均等に同じ数入ってました。各16個、全部で48個入りです。2598円だったので1個あたり54円です。以前に比べてはお高くなってるものの、やっぱりお安いです。リンスの専門店行ったことありますが、なかなかお高いので手が出ないです。こうやってみると色の違いが結構あります。やっぱりカカオ 70% 濃いチョコレートの色をしてますね。断面はこんな感じです。リンドールのチョコといえば2層になってます。常温で保存しておいたんですが、ちょっと気温が高かったせいか中はトロトロなチョコレートになってました。個人的にはこんなにトロトロではなく生チョコのようなちょっと固めな食感が好きです。もうちょっと寒い季節になると個人的にはちょうどいい食感かなと思います。じゃあまずはサーフィンいただきます。結構甘い。チョコレートは口当たり滑らか、周りのチョコレートも程よく柔らかく口どけ滑らかな食感です。味は濃厚でミルキーな味、チョコレートの濃厚な甘さを感じます。ちょっと私には甘すぎる。ただこの2層の食感がたまらないんですよね。じゃあ次はカカオ 60%。 美味しいんですけど甘い。カカオ 60% を使用されてる割にはリンドールシリーズやっぱり甘いですね。先ほどのサーフィンと比べては甘さは抑えめになってますが、それでも一般的なチョコレートの甘さ結構甘めです。高カカオチョコレートが好きな方が食べるとかなり甘さを感じると思います。まだまだ一般的なチョコレートミルクの味です。じゃあ次はカカオ 70%。 70% あっても結構甘いです。先ほどの2つに比べては後味に残る甘さがすっと消えるような感じはありますが、食べてる間の甘さは他と同じぐらい結構な甘さを感じます。中のトロッとしたチョコレートは甘さはないので、周りのチョコレートが甘いんだと思います。しっかりダーク70でちょっと濃いめな色だったので砂糖をもうちょっと減らしてくれれば嬉しいんですけどね。食べてみてリンドールのチョコレート、やっぱり2層の食感は私好きだなと思いました。やっぱり食べてみてもちょっと固めが好きです。
そしていつも通りパンチのある甘さ、個人的にはコーヒーとじゃないと食べられないチョコです。今回ダークアソートだったんですが、高カカオチョコレートが好きでダークを買うっていう場合はちょっと甘さが強すぎると思います。普段のアソートパックと同じぐらい甘いので、ダークチョコレートと言っても甘党さん向きなチョコかなと思いました。1個あたり54円という価格はものすごくお安く、プレゼントしても喜ばれるので、そういう時に重宝しそうです。チョコレートが口当たり滑らかで美味しいんですが、次買うとしたらプレゼント用かな。自分用としてはやっぱり板チョコのハイカカオの方が好きです。ちょうど私はリンツさんのこの板チョコ 99% 買ってありました。こういう系を食べちゃってるとリンドールの商品は激甘です。うん、 99% 甘さは一切ないです。続いてベルギーさん、ベルギーチョコレートムース 76g6 個入り、お値段が1698円でした。1個あたり283円です。賞味期限は買った日から1ヶ月間ぐらいありました。こちらのメーカーさんはティラミスだったりミニムースケーキ販売されてますね。ちょっとお酒の味が強いですが、個人的にはティラミスの味もすごく好きで、このミニムースケーキもとっても美味しかったです。見栄えもよく味もよくお気に入り商品。今回はカカオ 70% ということでダークな味が楽しめそうだなと思い期待してます。層はこんな感じになってるみたいです。上からダークチョコレートガナッシュ、滑らかなチョコレートムース、ココアクッキークランブル、ダークチョコレートソースが入ってるみたいです。すごくこだわられてそう。中はこんな感じで入ってました。しっかりとしたガラスの容器に入ってます。すごく可愛らしいグラスです。見た目はものすごくいいです。量は少なめですけど、この3層になってるムースの層もいいですね。いただきます。うん、味は美味しいんですがちょっと甘め。味はチョコレートの濃厚な味が楽しめ、食感はどの層も口当たり滑らか、口の中に入れるとすっと溶けていくような食感です。クランブルの食感は湿ったスポンジのような食感で、もうちょっとザクザク感があるのかなと想像してました。そして一番下に入ってるダークチョコレートソースがものすごく濃厚なチョコレートに感じました。食べてみて口当たり滑らかな濃厚なチョコレートムースデザート、個人的には好きな味でした。ただちょっと甘さが強いので甘党さん向きの商品かなと思います。1個あたりのカロリーは280キロカロリー、量は少ないもののしっかりカロリーはありました。容器付きデザートということで、容器もすごくしっかりしてて、ガラスの厚みがしっかりあり、形もなかなか珍しい形だったので、再利用するとなると1個あたり283円はものすごくお安く感じます。普段使いとしてヨーグルトを入れてデザートに、お菓子作りでプリン、カットフルーツとも合いそうな形の容器でした。ちょっと私には甘いですが、家族は喜ぶ味だと思います。美味しかったのでリピートあり。続いてタゾーチャイティーラテベース 1000ml 2本入り、お値段が1258円でした。1本あたり629円です。賞味期限は買った日から7ヶ月間ぐらいありました。タゾのチャイティーラテベース
久しぶりに見かけたので購入してきました。何度もリピートしてる商品です。久しぶりに紹介したいなと思ってます。こちらのチャイティーラテベースは濃縮リキッドになってます。1リットルで約10杯分です。同量の牛乳で割るだけで簡単に作れるチャイティーラテ。コストコオンラインショップにはこんな感じで書かれてました。6種類のスパイスを使用した本格的な味わい。ホットでもアイスでも楽しめます。シナモンを中心にグローブ、カルダモン、ジンジャー、ブラックペッパー、スターアニスを大胆にブレンド、蜂蜜を加えて仕上げていますと書かれてます。本当に本格的なリッチなチャイティーが飲めて、今はどうかわからないんですが、以前はスタバでも使われてたみたいです。入ってる容器はこんな感じで紙なので豆乳のパックのようです。捨てやすいですね。目分量ですが簡単。いただきます。やっぱり美味しい。味はスパイスの味がしっかりありつつも牛乳と合わさるので、そんなにきついスパイス感はなく美味しく飲めます。何も足さずとも甘さも程よくあるので飲みやすいです。個人的にはシナモン苦手なんですが、いろいろなスパイスが入ってるからかそんなに気にせず飲めます。1本あたりが629円なんですが、1本に対して10杯飲めるので1杯あたり63円、ものすごくお安く感じます。スパイスティーちょっと挑戦してみたいなという方、ぜひ挑戦してみてください。万人受けして飲めそうな気がします。やっぱり美味しかったのでリピートあり。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でハズレっていう商品はなかったです。チョコレートムースに関してはちょっと甘さが強かったものの、でもやっぱり美味しいですね。家族は大喜びでした。個人的にはタゾのチャイティーラテベース、とっても美味しく飲めてます。私が普段使いしたいのはタゾのチャイティーラテベースでした。一時期コストコにはなくなってた商品なので、ぜひ見かけた方チェックしてみてください。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画もお楽しみに。